はい、YouTube 農業大学へようこそ。農業パーソナルトレーナーの山下です。さあ今日はですね、新規農業者のための農業ビジネス講座第2講、これは、私が農業ビジネススクールでやっている内容ですね、まあ、10分にギュッとこう集約して、簡単に説明していくような動画になってますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。さあ、まずはですね、今日第2講で今日目標所得についてですね、目標所得、皆さん方もあの農業を始められるとするならば、当然、自分がそこの農業で生計を立てていかなければいけません。で、大体どのくらいの、所得があったら生活ができるのかっていうことなんですけれども、まあ、まず皆さん方がもし、農業される前にお勤めに出られてたり、まあ、サラリーマン、ビジネスマン、そういった経験をお持ちならですね、やはりそれと同じくらい、もしくはそれよりかちょっと多いくらいの、やっぱり給料が欲しいですよね。まあ、ただ農業の場合は、誰かが、お給料を下さるというようなビジネスではないんです。自分で、このくらい欲しいんだっていう金額を決めて自分で稼がなきゃいけない、まあ、そういうビジネスなんですよね。ですから今までずっとあのサラリーマン経験が長かった方で突然農業を始められた方は最初そこに困惑されるんですよ。定期的なお給料というのが入ってきませんからね。ですから、まあ、一見独立して、まあ、脱サラして農業するのは非常にあの夢のあることでもあるんですけれども、これまでちょっと窮屈で堅苦しかったかもしれないけど、まあ、組織にいたら、まあ、そこで保証給料とか生活が保証されていたわけでしょ。でそれを捨てて自分で自分の足でお給料を稼ぐっていう、まあ、その選択を、まあ、されたわけですよね。ですからもう弱音を吐いている場合ではありません。自分の食い縁は自分で稼ぐしかないんです。ですから、山下さん農業っていくら儲かるんですかなんて話よく聞くんですけれども、いくら儲かるかどうか、いくら稼げるかどうかはあなた次第なんです。わかりますね。ですから農業やったらこれだけ儲かりますよなんていうのはないんです。会社員だったらありますよね。どこどこの会社に勤めたら大体お給料このくらいですよって大体決まってますよね。で自営業である、こういう、まあ、こと、業を起こす、いわゆる起業して、農業を始められたのであるならば、自分の給料、自分の所得は自分で決めて、でその分を計算してゲットする、これが、農業の、楽しみでもあり、まあ、大変さでもあるという。じゃあ前役はこのくらいにして、じゃあそもそも、目標所得どのくらいにしようかという話なんですけれども、基本的にこの新規農業者のための話でちょっとフォーカスさせていただくと、まあ、おそらく新規農業者さんは何かしら違う仕事をして、まあ、農業されたか新卒で農業された方もいらっしゃると思うんですけども、もう今回はですね、もう分かりやすく一般サラリーマンの年間平均所得でちょっと考えてみます。一般サラリーマンの年間、所得ですね。で大体サラリーマンの人の年間平均所得はですね、こちら400万というふうに言われています。400万、サラリーマンの方の平均ですね。もちろん取ってる方はたくさん取ってらっしゃいますし、まだ若手の方はいやそんなに給料ないよって方もいらっしゃると思います。ですからぜひ、農業される皆さんもですね、農業所得400万をまず目指していただきたい。まあ、ただですね、農業所得400万といっても、この農業所得というのはですね、実は農産物の売上からそれを生産するための必要経費を引いた残りが農業所得になります。農業所得ですから、仮に売上が1000万の売上だったと、で経費が400万じゃないな、経費が600万だった場合、この時が所得が400万になるということになります。まあ、こういう計算ですね。こういう計算になります。はい、当然売上が800万で経費が400万の時も所得は400万になります。まあ、もうシンプルにこういう考え方です。でこれが、まあ、ちょっと余談ですけども、法人化
株式会社ホニャララとか合同会社ホニャララとか法人化した場合は、売上と経費が、所得になるんですけど、法人化した場合はですね、この経費の中に自分の給料も入ります、含まれます。そしてじゃあ売上が1000万ですと、で経費が600万ですと、そして自分の給料が400万ですと、そうした時に所得というこれは利益になりますね。利益、こういった時は利益がゼロというふうになります。ですから会社を経営される時はですね、こっちの計算になるんですよ、こっちの計算、ただ個人事業主の場合は売上から単純に経費を引いた残りが所得、つまりここが、これですね、農業所得っていう言い方になります。農業所得、ただこの農業所得の中から、例えば農業所得が400万だったとしましょう。この400万から所得税や住民税や社会保険を引いた残りが最終的な、ここが手取りになります。例えば、農業所得ここですね、1000万もしくは800万の売上で経費が600万もしくは400万だったときに、農業所得が400万だったとしましょう。ただ400万でもこの所得税、住民税、社会保険っていうものを、まあ、ちょっとこれ計算は複雑なんで、割愛しますけど、例えば 20% かかったとすると80万がこの他その、もろもろで法定、利息を、法定的なものを取られて、この80万を差し引いた残りの320万が実は最終的な、まあ、手取りになるということになります。この320万っていうのは月々で計算すると約26万もしくは27万の月々の手取りと同じです。でもしくはボーナスをこう含むとするならば、大体ボーナスを3ヶ月分とするならば、大体21万ぐらい、月々21万の手取りの、農業をしたい時にどうすればいいのかというと、農業所得を400万にすればいいということなんです、もし皆さん方がまだ農業を始めてらっしゃらない方が、これから農業をして、所得を上げたいと、で実は自分は給料は21万ぐらいなんだと、手取りで、給料本当に25万ぐらいあるんだけど、いろいろ引かれてから21万ぐらいなんだっていう人はですね、そういう人がもし同じぐらいの給料を欲しいならば、農業を始めてからここの売上から経費を引いた残りが400万ぐらいないと手取りの21万ぐらいにはなりませんよっていう話なんです。お分かりいただきましたか。これがですね、目標所得についてなんです。ですから、自分がもし、例えば月30万欲しいと、これ逆算ですね。月、30万欲しいとなると、ここが360万ぐらいにならなきゃいけないので、ここの農業所得は逆算すると、約 20% 引いたとして、460万ぐらいか、460万ぐらいの、農業所得を上げると、ここから約、まあ、20% として90万引くんで、このくらいになりますね、ちょうどこのくらいです、で月々が30万ぐらいになります。ただ月々30万ぐらいの農業をしたいなと思われる方は、ここの売上から経費を引いた残りが460万ぐらいに残らないと。分かりました、はい、でもう一個さらに ここまで分かった上で、これ400万であろうと460万であろうと、結局手取りはこのくらいじゃないですか、このくらいって大したもんですよ、これだけ取れば。なんですが、実は農業というのは、先ほどのこの会社の場合は
売上から経費を引いた残り、に自分の給料も入りますんで、ここに利益がこう出るんですけど、この農業の個人経営の計算の場合は400万であろうと460万であろうと、まずここで法定複利引かれつつを支払いつつ、残ったここの部分が自分の手取りなんですけど、この手取りの中から次の投資もしなければいけないし、蓄えもしなければいけないですよね。蓄え、ここなんですね。ここなんです。で、これが会社経営とするならば、自分の給料はここで引かれてますんで、ここの利益ができなければ、この利益が投資になりますし、そして蓄えはここからしますよね。自分の分の蓄えは。そして会社の蓄えはここでするんです。つまり、個人資産と会社の資産というのを法人の場合こうきっちり分けるんですけど、個人の場合は一見1000万売り上げて600万経費でやった400万残ったっていうけど、結果として実際現金で残るのは320万で、その320万の中から次のための、まあ経費の話は第3項でしますけども、次のためのこの材料を買ったり製造費を払ったり販管費をのための次の運転資金と蓄えを含んでるってことなんです。ですからよっぽどここの所得を上げないとお金が回らなくなるんですよ。なんかちょっと短い時間で説明するの難しかったんですけども、とにかく一見計算は単純なんだけど、よほどの所得、よほど差し引いた残りがないと、なかなかお金を回していくのが大変なんだっていうことをですね、ぜひこの新規農業者が農業するときにはですね、しっかりと肝に銘じて計算をして計画を立ててやっていただきたいというような話です。はい、ありがとうございました。